えー、プレゼンターの皆さんどううもありがとうございました、えっと、かなり時間が押してしまって当初5時終了が今すでに6時ということで懇親会を少し上でまあやりますが、まああのー、無理しないでというとあれなんですけども取、まあ、れる方々で、ね、サクッとやりたいと思っております。 でですね、あの、少し、あと10分だけお時間をいただきたくて、あの、この会を開いて、えー、まあ、次の行動に何か移したいなと思っていてですね、で、それの、まあ、ちっちゃいスモールスタートなんですが、 あの沖縄にはギークハウス沖縄というまあエンジニアが集まるシェアハウスというのがありましてで私も個人的に恩納村のここからまあ南下して5分ぐらいのところにですねまあ沖縄アベンチャーキャンプというまあ3階建ての戸建てのですねハウスを作ってまあ作ってて枯れていてそことまあギークハウス沖縄で少し連携した形で何かやりたいなということでちょっとまあ玉城君の方で5分僕の方で5分ちょっとお話をさせていただきたいと思いますすいませんまだあのちょっと時間いただくんですけどよろしくお願いします。 あえー、とここではちゃんと言おう、えー、ギーカウス沖縄の僕一応立ち上げ人ってことになってます、えー、と玉城です、えー、君人と言いますえー、っとなんかパネルディスカッションの中でプログラミングの教育だったりオブジェクト思考の考え方がなんかもので語らないとダメだよねみたいな話とかあったんですけど実はギーカウス沖縄は結構やってましてっていうのはちょっと今スライド出せますかねこれなんか なんか接続のやつの声ます。<laughs> まあいいや。えっ、ー、ととりあえずコーダー道場沖縄っていうのが、えー、とアイルランドで始まったムーブメントであります。えー、でこれで、えー、僕らギーカース沖縄は一応コーダー道場沖縄っていうふうな立ち上げとして、えー、日本で今3カ所しかないんですけども東京沖縄そしてあとは東日本橋だったかな。だからとりあえず3つあってですねそれの一応一部として、えー、コーダー道場沖縄っていうふうな形で えー、プロジェクトはしているので、えっ、ー、とこれは完全にボランティアでですね。東京からえっ、ー、と来ていただいている方がいて、その方があの沖縄に出張に来るたびにえっ、ー、と小中学生を集めてですね。プログラミングを教えています。これ一応コーダー道場のページですね。 で、一応これがコーダー道場沖縄の方です。基本的にコ、えーダー道場なので、基本やりとりは全部 GitHub の方でやってるんですけども、えー、まあ、これの立ち上げの会場としてギーカ k 沖縄をやっていて、すごい小さいムーブメントなんですけども、小中学生からプログラミングの教育を教えるっていうのは僕たちはフリーで、えー、無料でですねに、インターネットも全部開放してやっています。 で、あとオブジェクトで語るっていう部分で、えー、とここに、えー、と数名レキサスアカデミーの方とかもいますが、えーなえー、これも、まあ、なんていうんですかね僕らでも取り入れていこうということで、えー、と来月あたりから週1単位でですねちょっとものを作ってみんなで公開していくっていうような、えー、こ,のこの全く。 ここの主催者の人とからいろいろノウハウを今学んでいましてそれを一応来月あたりから1週間に1回必ず動くものを作るっていう条件で、えー、みんなでレビュー大会を一応やろうと思ってますこれも一応 GitHub の方に上がってますので、えー、よかったら <laughs> こういう感じでリポジトリ上がってるんでよかったら見てくださいであと海外に行けアメリカなんとかって話もありましたけど今、えー、とルワンダの国のですね、えー、と IT 研究みたいな感じの なんていうんですか ?IT スタートアップのインキュベーションに、の立ち上げ人だった人が、ティムさんっていうんですけど、その方が今、JICA 沖縄の方に今、研修で来てまして、えー、その方と今、連携して、えっ、ー、と、毎週水曜日の Ruby の勉強会やってるんですけども、まあ、そこでいろいろ情報交換とかをして、まあ、JICA 沖縄と一緒に何かできたらいいなっていう話をしてます。えっ、ー、と、なんか、パネルディスカッションで全くそういう動きがないよね、みたいな雰囲気だったんで、ちょっと僕はそこに対して、 ちょっとととイラッとしたというか、まあ、僕らは全然情報発信何もしてないので、まあ、してないって言ってもインターネットすごい見てたらしてるんですけどなんかそういう感じでまあやっていてっていうのがあるよっていうのをちょっと言いたくてで今回これからですね OVC の池村さんと一緒に、えー、とこれからやろうと思ってるんですけどそこの概要の方ちょっと説明していただいてよろしいですか えまあそんなに大した話ではないんですけどもあのせっかくこういった場を設けて榊原さんにもいろいろ。 え、ご指導いただいて、で、まあ、いろんな方々がやりたいやりたいと思いながらも、じゃあ何をしたらいいのかっていうことで、あの、少し場を設けて、えー、何て言うんでしょうか。出口、まあ、要は何、アウトプットの場をどん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 毎月毎月毎週毎週設けて、それをこう、形にしていけるようなものを作りたいなと。まあ、この図は、あの、僕は今、沖縄で起業をどんどん推進したいということで考えてますので、この図は、先ほど、ま、榊さんもおっしゃってたような、ま、シードがあって、そこから、 え、ベンチャーが立ち上がるところのエンジェルがついて、そこからまあ大きくなって、バイアウトとか IP をした後に、またその人たちが VC なりエンジェルなり、またそういう、え、再度起業したりというような、こういったまあシルコンマリンによくあるようなエコシステムっていうものを、えー、まあできるかどうかというか、これが最適かどうかっていうのもあるんですが、沖縄にも少しこういった流れをどんどん作っていきたいなと思っています。で、まあ、やることはですね、あのー、沖縄で全てこれをやる。 っていうのはなかなか難しいなとあの3か月いて感じました、えー、ファンドもあったりですとかその支援機関いろいろ多々あるんですがじゃあそれを丸々県内だけでやるのはちょっと難しいなとで僕が思ったのは、えー、県外にはこういった、まあ、スタートアップの支援そこから、えー、IPO ー,ーにバイアウトする仕組みがいっぱいあります、えー、シリーズ、まあ、A のところから、まあ、本当に最終ラウンドのところまで支援をする、えー、機関がいっぱいありますそこに 対してですね、それこそサムライインキュベートさんですとか、まあ、著名な VC さんとかいろいろあるんですがそこのゼロ,ゼロベースのところこの辺のですね、スタートアップみたいなのを沖縄から作ってそこの、えー、例えばこの辺にエントリーエントリーチームみたいなのをどんどん作っていこうかなと考えてますでそれ何をやるかっていうと、えー、ウィーク1ウィーク2まあウィーク1からウィーク4までまあ 月単位、月単位でどんどんアウトプットの場を設けたいなと。で、まあ起業するために何が必要かっていうのはなかなかこうイメージしにくいかもしれないですけど、例えば今コーダー道場で何かプログラム作るっていうのももちろんそうですし、そういったスキルがないと何もならないんですが、実際じゃあ先ほどの 結構遡るんですが杉浦さんが投資されているような何を課題として持っていてそれに対してどういったソリューションを提供しているかってこの軸がないとですねなかなか、えー、1週間で作ってそれをこうーじゃあスケールアウトさ,させるかっていうなかなか難しいなとでそれをじゃあ1週間で飽きちゃったらもう続かないんですねなので自分で軸を持った例えば先ほどのまあ中学生の、あのー、荒垣君の例とかはかなり 自分に軸があるので、まあ成長させるかどうかはちょっとわからないですが、軸があってこれは多分彼は一生を続けてやるんだろうというような見えたりするんですけども、そういった軸をちょっと持たせるようなフレームワークを考えています。一週目では例えば、まあその人たちが何を課題として持っていてそれをあ何をどういった課題解決をやりたいのかっていう課題を まあ、例えば10個なり20個なり100個なりですね、どん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 出して何を何をしたいのかと、そういったことをバシバシ出してブレストをする。で、課題を設定する。で、ウィーク2ではそれを課題を解決するですね、解決方法っていうものをバシバシ出すと。あの、サービス僕沖縄に来て起業したいっていうビジネスアイデア全部聞いて、大体、 もう、あるサービスで大体できます。あの、クリティカルな解決方法って一個もなかったような気がします。別に、えっと、すべてじゃないと思いますが、っていうのを、もっともっと、競合を分析して、今あるサービスを分析して、それが、えー、要は、これじゃないと解決できない、このサービスを使う理由ってものを落とし込めるような、ウィークにしたいなと。 で、実際それ、このウィーク2のところで、シンプルに、誰の何をこうして解決しますっていうところまで落とし込んで、それを、あの、ぐいぐいやるようなところまで持っていきたいなと思ってます。まあ、ちょっとあくまで理想論なんで、どこまでできるかわからないんですがで、ウィーク3で、実際その、まあ、 今お話、プレゼン、ピッチ聞いてもらって、なかなかヒアリングテストとか、まあ時間がちょっとなかったっていうのもあるんですけども、ユーザーがこれ本当に欲しいと思ってるのかとか、その辺を3のところで落とし込んでですね、で、実際、まあ、このウィーク1から3まではギーク k h 僕が今想定したの日曜、毎週日曜日の午後1時から午後5時まで時間を取って来てくれる方に、ちょっとフィードバックしながら、形を作っていきたいなと思ってます。で、ウィーク4で、それこそ、この、 ここから車で5分ぐらい南下したところで OVC ってまあ3階建ての結構広々としたあの開発しやすいような環境があるのでそこでハッカソンを企画しようかなとでそこで一人でですねあのエンジニアが一人でカタカタやるっていうよりはそこにも、えー、リリースできるようなスキルセットを揃えてチームでやっていきたいなとあのなのでエントリーする人はあの無理やりデザイナーを連れてくるとかですねあの企画者を連れてくるとかそういった人たちをガンガン連れてきてそこでもう リリースできるところで作っちゃおうとでここから先はまだ不透明ですけどもよ、まあ、ければ、まあ、会社設立の資金のところをサポートできるような体制が取れればなとこれはまあ出しては僕なのか僕の、えー、別の会社なのかっていうところでちょっともみますけどもまずエントリーチームを作るっていうことでまずは法人化ちっちゃいですけどもそれをちょっとやって、えーまあ、そのあの事業計画とか、まあ、人件費をそこでいきなり月20万って取るっていう事業計画だったら、まあ、まず出さないんですけども あの、エントリーのところで、ええー、その、なんて言うんでしょう。まあ、東京のインキュベートのプログラムにですね、載せれるようなところまで持っていきたいなと、ちょっと考えています。で、1一月、あ、あ十一0月はもうすでに日程をちょっと決めていて、まあ、今日はちょっとあれなんですけども、14、20、28で、十八でちょっとやっちゃおうかなと。で、11月ももう玉城君とすり合わせていて、まあ、この辺のスケジュールでちょっとやろうかなと思っています。なので、まあ、ちょっと、 あの細かい話についてはまた個別個別でやりたいと思いますが、えー、今日の場というのを次のアクションにするために、えーまあ、こういう場をちょっと用意しようかと思ってますので本当にやりたいと、えー、何かしたいという方がいらっしゃれば先ほどの講座道場も全然いいですしこういった何かこう動かせる自分の気持ちをこう表に出して動くようなところにどんどん参加していただければなと思っております。すまません長々となりましたがちょっとこれで、えー 今日のプロジェクト、うんえー、プログラムをすべて。あ、オスプレイ、あ、オスプレイ、あ、すみません。先ほどのデモ中にですね、オスプレイのプロタイプができたということだったんで、ちょっとそれを発表してもらいましょう。はい。 で,ですね。自分ちょっとただのプログラマーなんで、ちょっとモデルとか作れないんで、見た目とちょっとオスプレイっぽくあれ。あ、ちょちょちょあ、あいやどっちらでも大丈夫です。<laughs> オスプレイの動きってちょっと自分よく分かってないんで <laughs> なんかこの羽があってこうなんかその羽があ羽なんて言うんですかあのヘリコプターのなんか羽みたいなのが2つあってでそしてそれが回転しそうな感じだったらオスプレイかなと思いまして <laughs> でまあ移、ね、動するとちょっと遅いですね。 ななんんかこんな感じで飛ぶみたいなでもちょっとまだまだちょっと作り込み甘くてちょっと羽がなんか埋,埋まったりとかちょっとまあなんか知らないけど急に落ちたりとか、ね、落ちると爆発するみたいなあこんな感じなんですけどあこんな簡単ななんか本当になんか。 5なんか30分ぐらいで作ったようなやつでもなんか多分モデルとか組み込んだりとかちゃんとエフェクトつければちゃんと見れるようになってなんかアプリとしてやっていけるかなって思うんで誰かモデルとかエフェクトとか作ってください。お願いします あのチラシを少し配ってると思うんですが12月14日から16日までこの3日間でですねあのワークショップ企業に対するワークショップっていうのを開催しますこの、えー、プログラムは世界的な、まあ、いろんなところで世界中でやってるワークショップアンドレプレーナーのワークショップとなっておりまして 本当にこの3日間でスタートアップさせるっていうことをコンセプトに本当にゼロからここで一気に作るようなワークショップになっておりますのであのこちらに来ていただいている方はぜひぜひ積極的に参加してです、ね、またあの私の方からも事前にどんどんアナウンスしていきますが、えー、ぜひあのこの日はとりあえず開けていただいてですね、あの何のイベントにも今のところかぶってない日を選択したのでぜひちょっと日を開けてちょっと待ち望んでいただければと思っております。 では今日は本当に一日お疲れ様でした。どうもありがとうございます。